ファンあってのオートレース、その大事な大事なファンから投票を得て出場権を得ました。前回覇者と95人の選手、その中から32名に絞られました。さらにベスト8までここで絞られていくんです。一つ目の準決勝、木村武史、中村雅人、森克之、新井啓太、中村智勝、岡松忠、松尾博文、佐藤雄二の8人です。さあ内側の2社が人気を集めています。木村が1番人気、オールスターまだ優勝はありません。中村雅人はオールスター5年連続流出がかかっています。さらには松尾も人気の一角、今まで初めて SG 競争で一度もヘッドカバーを開けない、まさに封印状態でここまで来ました。そうでございます。5秒切っています。3秒前、オールスター一つ目準決勝9レーススタートしました。内側から木村いいスタートを切りました。さらには中村も続いている。ちょっと中村挟まれた。センターから4番の新井啓太、2番手の好ポジション。中村雅人が3番手、さらには岡松、そして松尾博文、お兄ちゃんも続いています。1番の木村がレースを引っ張っています。さあ愛する、こよなく愛するオートレースで4番の新井啓太、情熱レースを見せるのか。レーサー2周目、まだまだ先は長い道のり。中段では6番の岡松をかました松尾博文、道中不気味であります。ちょっと中村が伸び上げている。中村が伸びない。おお、中村をなんと松尾のお兄ちゃんが一まくりであります。なんとも見たくはない一コマがありました。さあ松尾、まだ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 可能性を秘めている。先頭は1番の木村、2番手には4番新井啓太がつけています。3番手には選手生活最高の仕上がりにあると豪語していました松尾博文が続いている。残り5周回、まだまだレースは中盤戦だ。4番の新井の外から松尾博文、先頭は1番の木村、突き放すような展開にはなっておりません。我慢の8周回です。1番の木村我慢の8周回、2番手新井啓太、さらには3番手松尾博文、残り4周回。さあこの3人の中から確率3分の2の競争であります。木村が粘っている、木村が粘っている。今日こそ鬼になるか松尾博文。しかしここは4番の新井がしのぐのか。わずかなわずかな隙間に針の穴に糸を通すように松尾が2番手に上がってまいりました。残りは3周回。さあまだまだ可能性があります。レースは終盤戦です。タイヤにも自信を持っていました松尾博文。先頭は1番の木村武史、インコースを占めています。1番の木村が先頭です。2番手は松尾博文、3番手4番の新井啓太の体勢。さあ来た、お兄ちゃんが来た。松尾博文が鬼の形相で先頭に上がっていく。おっと、場内は悲鳴と歓声が交錯しています。木村が流れた、木村が流れた。中村は現在4番手、もう力は合わせておりません。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周回ブルーフラッグ、今度は新井啓太。しかし4番の新井を封じるようにして7番の松尾博文が先頭です。松尾が先頭、2番手は4番の新井啓太、3番手木村となりまして、最終コーナーに向かっています。恐れ入りました、まさに大会ナンバーワンのモンスターエンジン松尾博文。松尾博文、SG の準決勝で道中後方から抜き去っての先頭ゴール。2番手ゴールは4番新井啓太、そして3着争いは際どい争いになりました。スーパースローでご覧いただいています。わずかに外、1番の木村武史であります。以上9レースご覧いただきました。7枠結構遠いはずなんですけれども、それを苦闘せず、はい、そうですね。第9レース準決勝戦、明日の新井啓太選手をね、頑張ってましたね。愛するオートレース、その情熱がね、本当伝わってくる競争でしたよね。最後入りかけてましたからね。いやいや、今回のオールスターは本当大混戦ですね。本当ですね、本当難しい。松尾選手、昨年は飯塚初日に落車があって、そのまま帰ってしまったんですけれども、嬉しい優勝と今年はなりました。ゆっくりゆっくり。さあただいま1着多分、ね、松尾選手、そして2着昨日に続いて新井選手にお話を伺っていきたいと思います。はい、ね、はい、インタビューです。ではまずは1着に輝きました松尾選手にお話を伺ってまいりましょう。見事優勝戦1番乗り決めました、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか。いや、エンジンが良かったのでとっても嬉しいです。あの山陽 G1 からのこのエンジンの好調ぶりキープしていただきましたが、どうでしたか。
そうですね、こっちに来てからもうほとんど手を加えてないんですけど、いい状態が続いてくれてるので、はい、勝ちたかったです。道中隣にいらっしゃいます新井選手とも激しい争いを繰り広げていただきましたが。そうですね、もうすごい狭い間しかなかったんですけど、ちょっと無理やりねじ込んでしまった感じです。はい、ありがとうございます。しかしながらしっかりと1着をキープしました。さあ、では変わりまして2着で優勝戦進出決めました新井選手にお話を伺いたいと思います。スタート決まりましたね。はい、よかったです。さあ、ここまでのレース振り返られてみていかがでしょう。今日は展開に恵まれました、はい。さあ、この後明日は優勝戦を控えますが、作業はされますか。はい、そうですね、タイヤ選びと微調整ですかね。はい、では明日はいよいよ優勝戦となりますので、一言どうぞ。はい、自分からですか。はい、はい、今日は、展開も良くて、あとは皆さんの応援の後押しがあったんで、いいジャック取れました。ありがとうございます。ありがとうございます。新井選手に伺いましたので、はい、松尾選手にもお話を伺いたいと思います。ファンの皆さんたくさんお集まりいただきましたので、明日への意気込みをどうぞ。明日はまたちょっと周回も伸びますし、冷え込むと思うので10周回精一杯追い込みたいと思います。応援よろしくお願いします。松尾選手にお話を伺いました。ね、お二人ともおめでとうございます。優勝戦スタートいけない前提な、うん、松尾選手追い込むってね。